今日は将棋界のニュースを紹介するよ。今日のニュースはこちらだよ。棋聖戦第3局、藤井聡太棋聖が佐々木大地七段に勝利。静岡県沼津市で指された棋聖戦第3局は、藤井聡太棋聖が挑戦者の佐々木大地七段に勝ち、2勝1敗で防衛にあと1勝としました。藤井棋聖は、これまでの3局はどれも難しい将棋だったので、しっかり振り返って次も頑張りたいですとのことです。対する今回敗れた佐々木七段は、気持ちを奮い立たせてフルセットに持っていけるようにしたいですとのことでした。さて、第4局は18日、新潟市西館区岩室温泉の腰の宿、高島屋で指されます。藤井は前回の負け方で絶叫モードに入ったのかもな。藤井も先手角がわいわ、紛れ序盤中盤終盤隙がないわ。研究も強いし、研究抜けた後も強いし、どうすんだよこれ。第一1分勝利、藤井残り30分、評価値は 80% でも、もう紛れがない状態。先手角がわりが先手必勝と言われ出してからも、ちゃんと勝ってるの藤井だけだな。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。美しい藤井曲線、さすがです。86玉、ついに前会長のお墨付きになってしまった藤井の変態優。前会長に絶叫されるのはよっぽど。変態優というよりは AI 優の方が近いかも。人の身でありながら人の息を出しつつある規制に、そら恐ろしいものを感じる。一体どこまで研究すればいいのでしょうか。っていう軍曹の言葉通りやな。角代わりなのに、大地七段の持ち駒の角が全く活躍できず終わってしまった。玉が単身守りに行った時点で怖すぎる展開だったのに、最後はガチガチに受け切って終わってて、何か現実の類を食らったような気持ち。今日の藤井先生、玉が上部に遠征していって、相手が攻めてきたところでどんどんバックして、最後は全く寄らないというスーパーテクニックを披露してくれました。藤井将棋は途中で流れ球に当たって終わりかねない陣形になるんだけど、気がつけば自力が安全になっている。わざとスリルを楽しんでるんじゃないかとすら思える玉さばき、見せる将棋はさすがでした。ここまで来たら全冠制覇というものを生で見たい。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。